ウィリアム・ジョゼフ・バッターの概念を取り入れ、伝統的な資本主理論及び、企業実態理論などの会計した理論を排除した。こうしたバッターの理論は、カーソンの資金理論とともに、キャッシュフロー計算書の理論的源流となったと評価されている。著名な原価計算学者のチャールズ・ T ・ホー・オングレンは、バッターの影響を受けていた。ホーン・ングレンは、バッターの研究をきっかけとして、著名な教科書である、 コストアカウンティング、A マネジリアルエンファシスを1962年に出版し、現代管理会計論の基礎を形作った。ありがとうございます。